さあただまあとりあえずね、全部株は売れて大金持ち。まず借金の返済をしてしまおう。おいタヌキ、全部返したぞ。ローンの返済だ。所持金全額。まだ57万も残っている。やった、ローン全部払い終わった。そしていつもの、とりあえずまず ATM にね、50万ベルぐらいぶち込んどこうかな。まあ、今から多分3万ベルもあると思うんで、ちょっと余裕を持って。で、おいタヌキ、全額返し終わったぞ。こいやこら。さあね、地下室だ。あるある。いくら。増築、ラスト増築。249万8000円。お願いします。さあ、そしてやっぱりね、家を建てなければいけませんよね。住人をね、10人だけに10人にして、そしてトタケケを呼ばねばならんのだ。まあそのための準備を始めますか。どうした？ダゴリーナよ。お、落ち込む。がっくり、がっくりちょうだい。やってしまった。なんか揺れてる。ZL。ん？こっちか。やったぜ。なんか売ったっけ。さあ、それじゃあね、とりあえずここから行きますか。スタンプラリーって何がスタンプラリーなんだろう。はい、国際ミュージアムデーということでスタンプラリー開催中。お、3個ずつ設置しています。まあ仲間割れってことか。じゃあちょっとね、手持ちの化石等を終わらせてからにしよう。誰か釣り人がいる。お、君はジャスティン、ジャスティンビーバーだ。イケメン魚コレクターだぜ。マジだからそんなに引かないでくれよ、ね、いい魚売ってもらってるんだぜ。とオリジナルグッズとかもあるからよ。ん、オリジナルグッズって。お気に入りの魚でリアルな模型作品作れるんだぜ。と同じ魚を3匹。ほう、同じ魚3匹いないから。腕前チェック。まあ、ちょっと待って、明日の午前5時までいるから。とりあえず今はね、島の片付けしてるから、島の片付け終わってからにして。おい、まあ1個ぐらいはね。4個増えてるね。今日の分は全部かな。さあ寄贈する。おお、3つか。まあまあだね。スタバザウルス、ティーレックス、ね、ステゴザウルス。まずはステゴザウルスから。はい、解説お願いします。
恐竜時代の真ん中な、背中のひし形のヒレね、骨ですよ。あれ象の耳のように体を冷やすために使っているんですよ。象の耳ってそうだったの？お次はこれだ。ちなみにこれとこれはパラサウロロス、言いにくい、ディプロドクス。恐竜の名前って呼びにくいの多いよね。舌が回らないんだよ。お、 T-Rex 完成だ。やっぱりね、凶暴な恐竜ナンバーワンのイメージですよ。 T-Rex はレジェンドなんですよ。恐竜時代を最後まで生きた最大の肉食竜ですよ。巨大な顎と鋭い歯で獲物を噛み砕く生態系の頂点というイメージですが、とね、体重が重いので素早く動くことはできなかったという説もあるんですよ、と。襲われても逃げ切るの簡単かもね。そんなんジュラシックパーク見てればわかるわ。割とティラノサウルスから逃げれてるからな。ティラノサウルスはやっぱボスなんだよね。主役はラプトルのイメージだよね、ジュラシックパーク系は。フタバザウルス、まあ、ティレックス完成よ。お、フタバザウルスも完成だ。これはもう説明聞いたってことなんだけどね。フタバザウルスは恐竜時代の終わり頃に登場。首長竜、フタバ鈴木竜のことかこれ。フタバザウルス、鈴木。いやいや、いかに違うか証明するのも一苦労なんですよ、と。さあ、じゃあちょっとスタンプラリー行ってきますか。行ってきます。なんかマイレージプラスがテカってた。お、プラス化石を参考鑑定しようした。さあ、スタンプラリーって何すんの。3箇所みたいなこと言ってたけど、あ、これか。恐ろしい、なんだこの蝶は。人面カメムシ、そこか、右のやつね。ミツバチ、半妙、蝶は別なのか。はい、安らぎのベンチ、カション、蝶々、ヤシの木の庭。ベンチに座ってゆっくりするのもいいよね。言っても言うほど虫増えてないからな。ここ蝶々ばっかだな。自分で開けないのかな。緊急脱出サービス、チャットログ、ここでは見れないのか。お、次のあった。ここえらいいっぱい虫いるな。つってもガードムカデだけか。この辺サソリとかタランチュラとか来そうなんだけどね。擬態する虫、変身チャンス。変態かもしれないぞ。擬態は変身か。あと一つ。タランチュラ危ないからね。アリ、オケラか。トノサマバッタがまだか。こいつらは変態するんだけどね。ハエだなこれ。ガ、大ゴマダラ、はい。これは？お、ヤシガニ、フナムシ、ヤドカリ。まあ割と俺ここ来るからね。あったあった。よし、スタンプラリー、虫の部、OK。熱帯の虫たち、トロピカル。商品くれ、商品。
どうやらここではくれないようだ。全部集めてからでいいか。クモと蝶々。これもう一匹これなんだろう。どこ調べたらわかるの？鬼ヤンマ、銀ヤンマ。ここの蝶やガーたちはどこを調べたら確認できるやつか。これか？大紫。違う。あ、違うな。どこだろうこれ。あ、これ。違う。あ、これだ。まあ、雲と雲しか来なかった。これ気になってんだよね。この今ど真ん中、木のちょっと右側のやつ、木の幹の右側のやつね。わかんねえ。まあ、わからんもんはしょうがない。ここはスタンプラリーなしかな。ろくに話聞いてなかったからね。それぞれに商品は用意していますみたいなこと言ってたけど、絵画は多分ない気がする。ゲーム進めてないとそもそもここね、追加されないからね。まあそうだよね。恐竜は結構完成しましたぜ。お、まず一つ。脊椎動物。脊椎もらった。背骨のある生き物。背骨のない生き物もいる気がしますが。翼竜のとこね。背骨なさそうなのも結構あるけどね。結構揃ってるんじゃないこれ。実はコンプリートしているのかもしれない。おお。おお、化石趣味か。世間話でもするか。生き物がね、歩き回ってなんてよ、古代のロマンだぜ、ガヤよ。完成してる。オフタルモサウルス。フタバサウルス。アーケロ。ケツアクアトル。何が足りないんだろう。プティラノドン完成。翼竜スタンプポイント。実は恐竜じゃない。その2。滅びの予感。ステゴサウルスの体がないな。アンキロサウルス。アンキロアンキロアンキロ。尻尾がないのか。イグアノドン。これ体がないと何にもわからんね。でもまあまあ進んでるね、やっぱり。お、ティラノサウルス完成してるね。ティーレックス。地下。おお、滅びの予感。天井になんかある。あ、生きてきてる。まさかの。これ全部なんだ。右下に微妙に丸いの残ってたけど、あれはなんか商品受け取ったって合図かな。あ、やっぱ完成はちょっと遠いな。ちゃんと毎日やってたらね、1日4個ずつ増えていくからそのうち集まるんだろうけど、残り数個になってからはもうやっぱガチャみたいなもんだよね。さあ、お魚釣ってもほとんど増えてない。ということで、さーっとスタンプだけ集めてしまおう。まず一つ目、池と湖の魚、水中のアスレティック。
大海原とアビスって、アビスってロマサガ、お、あるある、見えてる見えてる、ここ大海原だね、全くいねえけど。ビッグオーシャン、水しかねえけど。あ、スタンプ違うかったね今。アビス、おー、深海ってことか。深い深い海の底、東京大帝国。スタンプ違うっていうか角度が違うだけか。よし、コンプリートだね。何くれるんだろう。ここにもないスタンプ置いとけよって思うけどね。スタンプ4個でよかったんじゃないかって気がするよね、こうやって見ると。さっきの恐竜のとこも一番奥にスタンプなかったもん。チョウザメ、おお、ここいっぱいいるね、いいね、いいよいいよいいよ。よし、回ってきたぜ。お、報酬、何くれんの、アイテムだ。そして最後のスタンプ、もう集めてるよ。お持ちのスマホを使えば撮影できますよ。さあ、そして恐竜、これでコンプリートかな。ね、化石大好きだからね、フルタ。扱いが違う化石だけ。お、本日分？毎日もらえんの？何か、化石の壁飾り、魚の壁飾り。なるほど、一等間、それ違う、虫の壁飾り、そういうことね、うん、イケメンじゃねえか、ジャスティン、ウェーイ。とりあえずまず腕前チェック。日によって違うけど、狙った魚を確実に釣れるか。ちなみに今日はミノカサゴくらいの大きさの魚を3匹連続。どういうこと？ミノカサゴでしょ？そんな無理じゃない？大きめの魚。うん、大きめだから特別 OK。これ持ってない気がする。ああ、違うサイズの虫を拾ったからダメみたいな。バイオリン虫。ミノカサゴっつってたから海行くか。どうだい？イカだけど OK？ うん、これで大きめの魚扱いなんだ。おお、ミノカサゴ。イカちゃん、とりあえずこれで3連続になる。ジャスティンに知らせよ。できた。ウェイウェイ、調子どうよ。おお、連続じゃん、間違いないじゃん、ね、合格。パシャったな今。何でもプレミアム価格での、全部持ってっから全部買ってくれよ。元の値段覚えてねえけど倍かな。お、2250でいいの、いいんじゃないの、よくわかんないけど、よくわかんにゃい。おお、一回やっちゃうとそういうことね。さあ、オリジナルグッズ、同じ魚3匹、これなんか1個でいいから試しておこう。
鈴木でいいか。とりあえずね、まあまずはって感じ。次来た時のためにレア魚も売らずに残しておきたいね。ちっちゃい。お、熊の実か。どっちだ。ウグイだね。あら、タツノオトシゴだ。こんなんバカ。アジも2匹目。おー、カサゴ。嘘だろ。これはチョウチョウオだ。じゃん、もう2個目か。アジ。よし、クマノミも3匹。よし、アジも3。知ってた。お、イカちゃん。よし。じゃあ、とりあえず魚いっぱい釣ってきたんで、まずオリジナルグッズ。まずはアジ。いいよ。イエーイ、上がるー。インスタ映えするー。やっぱ郵送だよね。あー、やっぱりなー、そんな気はした。ややレア系はよっ。お、いいね、で売れる。 1.5 倍かな、端数あったし。やっぱ1日1個だったか。それもちょっと予想ついてたんだよな。レアなやつからすればよかった。とりあえずまず化石鑑定。お、ディプロドクス。あらあら、かぶってる。やっぱまだだった。よかった。ほほう、チョウチョウですね。丸くて薄い体が可愛い熱帯魚ですね。なんと100以上、すごい。まあこんな感じです。はい、バイオリン虫嫌い。体の形がバイオリンに似ているからそう呼ばれるようになりました。猿の腰掛けというキノコを好むため、その近くでよく見かけますよと。優雅な名前からは想像できませんが、毒虫です。危険を察知するとケツから毒のある臭い液体を噴射するんですよ。気持ち悪い。だそうです。さあ、ファッショナブルアイテム、うんこが。これやっべえよな。これ茶色に変えたらな、ソフトクリームがうんこになっちゃうね。ボーボーにこんなキャラいたよね。ソフトンだったっけ。あら、これいいね。まあまあ、この中に入った、あ、アサミさんに話しかけて仲良くなっておこう。ロリータのワンピース、来てみるがないのかな。オリジナルブランド。そうね、何がいいかな。コーチジャケット、あったかそうだね。おう、アメコミなハーフパンツ、これ買っとこう。魔術師のローブ。ドラクエかな。やっぱのロリータのワンピースってピンクのイメージ。これうんこだよね。おい、やめろ。なんかまた面白いメガネが。メガネ、ストローメガネ。レンズ入ってんのかこれ、ほんと。タービー、ゾーリ、ゾーリ欲しいね。ゾーリってやっぱこれ、こんなイメージだよね。とりあえず一旦購入して、元の格好に戻す。まあいろんな服装できるようにね、ちょっといろんなパターン買っておきたいね。で、ハーフパンツ。さっきロリータピース買ったよね。とね、ヘッドホンは
これかな。グラサンもね。メガネ、このメガネちょっとダサいんだよ。あ、こっちの方がやっぱりいいよね。黒にしようかな。靴下系。あ、内履きか。そういうのもあるのか。で、靴。ビジネスシューズ。まあ、真面目な日が来るかもしれないから、1個ぐらい買っとこうか。中に人がいないときは微妙に開いてんだよね。まあ、800個ぶち込めるからね。これいいね。なんかいろんな色ついててカラフルで。さあ、そして最後の3種類目のメガネ。これは緑にしようかな。で、靴もね、とりあえず、スニーカーを、ピンク、赤いな。これ1個買っとこう。あとは頭の上、ヘアターバン。あ、お団子に。風呂上がりの女の子がしてそうだ。青色に、いや、紫色にしようか。あ、こんなもんかな。インフラ整備になるのかな。あと坂作りたいんだけどね。まあ土地売り出し、まず10人。あと島ガチャに行ってね、誰か呼んでこないとね。わーりといい場所ないんだよな。ここにしようか。最高じゃねえか、ここ。俺が住みたいぐらいだわ。もう一個右かな。現実ここに建てちゃうと釣りするときクソ邪魔だからね。まあどうせ最終的には立ち退きだからどうでもいいっつったらどうでもいいんだけど、もう一個下できなかったしね。 OK。現在の住人が 1,2,3,4,5,6,7,8 だから、まあ、あと2軒か。よし、なんだかんだでね、少しずつ島も発展してきてるね。家の中に手つくのはいつになることやら。収納収納収納じゃ。お金の収納はできないよね。よし、まあ、こんだけぶち込んでもまだ183、600個ぐらいまでぶち込めるからね、結構余裕なんだよね。さあ最後はファッションショー。まあ髪型9割だよね。葉っぱだ。いちごかな。モヒカンの方が強い。モヒカンエースね。モヒカンエースよ、我の本を話すんじゃないぞ。鉄器もどうやって手に入るんだろう。じゃあ次の日は何にしようかな。反転と、いつものの能面装備したくなるのはどうにかならんかな。あれ、かぶった。何やってんだ俺は。
原宿にいそう。そこら辺にいそう。女装は癖になるから気をつけろ。鼻水、鼻水はいらないかな。もんぺ、もんぺに反転。風呂上がりの不女子。怒られるな。あったまあったまヘッドホン。おしゃれに行くぞ。おしゃれに、全然おしゃれじゃねえ。見て、めっちゃ今風の若者になった。これで行こう、次は。オッケー。レギンスは別なのか。おお。とにかく意味もなくね、大量に装備をしてみたか。トップス、ボトムス、ワンピース、そしてアクセサリー。これ、鼻水とは同時にいけるんだよね。靴下、靴。ここまで来て草履だよ。このミスマッチ感がたまらない。やっぱこうだよね。塾にいそう、塾に。チーマーチーマー。完璧だ。まあ家はそのうちという感じで。今日も頑張ったぜ。